バスの車窓に東シナ海が見えてきました。東シナ海の五島灘ですね、ここは。そして前方に目的地の池島が遠く見えてきましたね。今からここに渡るわけです。軍艦島と並ぶ閉山した炭鉱の島です。そして廃墟の島、池島に渡って廃墟をじっくりと眺めるのが今回の旅の目的です。この動画ではその第1回目として、閉山した炭鉱のトロッコ列車に乗りたいと思います。細い道、路線バスの運転手さんのテクニックもなかなかのものでした。安心して乗車できましたね。なかなか風情のある鴻浦の街並み。ここから船に乗ります。さて、具体的な場所を見てみましょうか。長崎県ですね。ここは長崎市の中心部。この辺りからバスに乗ります。そして東シナ海沿い、五島灘沿いにバスを2本乗り継ぎまして、鴻浦からはフェリーに乗って池島に渡りました。長崎駅前から池島に渡るまで約2時間半でしたね。ちなみに有名な軍艦島はこの位置にあります。ここですね、拡大すると。この軍艦島は過去に訪問したことがあって、今回はもう一つの閉山の島、池島に行こうと思ったわけですね。池島の大きさは軍艦島の約14倍あります。その島を巡ります。この炭鉱ツアーを利用して島の隅々まで回ってみたいと思います。船着き場です。船の形をした立派なビルですね。フェリー鹿島、あれに乗って池島に渡ります。片道420円。さて、池島の港に入港します。ここはもともと鏡ヶ池という池だったんですね。それを掘り込みまして、人工的に港を作りまして、石炭の積み出し基地にしたわけですね。ちなみにこの池島のこの港湾部分の大きさだけで、先ほどの軍艦島が1個入ってしまう面積です。こう見ると軍艦島はいかに小さな島なのかということが分かりますよね。
フェリーに乗ってる人のね、ほとんどがこの炭鉱ツアーの参加者だったのでね、驚きましたね。私と同じように GoPro で撮影してる人もいらっしゃいますね。かつての鏡ヶ池のほとり、ここに現在の島民たちが比較的固まってこの団地にね、暮らしておりますね。今右側に見えてる団地が市営住宅ですね。昭和37年から47年ぐらいだったかなに建てられた非常に築古の団地です。 2DK。 お風呂ついてないかもしれません。まあほとんどが空室でございましてね、すでに廃墟感が半端なく漂ってきてるわけですね、この辺りで。今は100人ちょっとです。一番多い時は昭和45年ぐらいは8000人以上おったって。ここが会社の桟橋だったんですよね。会社の桟橋って会社の、はい、これが今沈んでますけど、ここから佐世保行きが出てました。この船は千葉県の阿波水産高校の実習船を買ってきて、あれ作業をね、あそこに一旦そのポケットの中に入れて、そしてずっと払いさ、ずっとコンベヤで流して選びながら、そしてそこ帯状になってるそこが貯炭場で石炭を置いて、そして向こうにある緑の区界から石炭積んでる。もう当時はコンクリートの壁も見えんやったですよ、その石炭。池島開発総合センター、ここだけが妙に新しい建物なんですけれども、ここで昼食をいただきました。炭鉱弁当です。アルミ箱、アルミの弁当箱に、まあ、簡単なおかずが入って、日の丸ご飯、これがね最高にうまかったんですよね。炭鉱弁当を食べた後、ようやくトロッコ列車に乗ります。荷棚にあるのは、これは石炭ですね。これは車検番号で2001年の、構内からトロッコ列車がやってきました。あれに乗るわけですね。往復の乗車シーンはノーカットで収録しておりますので、今後炭鉱ツアーに参加される方の、まあ、トロッコ列車がね好きな方の参考になればと思います。興味ない人は適度に飛ばしてご覧になってください。大きな電車は油圧とかエアブレーキですけど、これはもう昔で指導。
これから電車から離れとってください。ちょっと移動します。電車から離れとってください。はい、こんな感じです。炭鉱の説明については省略します。それが趣旨の動画ではないのでカットいたします。帰りの便の乗車ですね。はい、チェーンかけます。失礼します。ということで1回目の動画でございました。今回はトロッコ列車に乗るまでですね。次回の動画では池島の炭鉱団地の廃墟群をご紹介したいと思います。さらにその次の3回目ではほとんど紹介されることのない池島の戸建て住宅の廃墟群を、撮影したいと思います。ということで次回以降もどうぞお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。